皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。2024年令和6年、6月2日、北海道岩見沢市で、開催されております ABCCS ミーティング2024年、はい、早速もうザラッともうこんな感じで並んでおりますので、まず第1列目の方から僕の方で勝手に適当に撮影してまいりたいと思います。はい、こんなところにピニンファリーナって書いてるんでしょうかね。はい、デザイナーです、ビートさんです。はい、これちょっとさらっと撮っていきますが、あ、やっぱりね、もう皆さんこういろいろとこう、まあ、ステアリング、これアンダーカットナルディのステアリング入っております。はい、それでは次、ちょっとね、台数が、おっと、このカラーリングは、これまたすごいカラーリングですね。なんかチョコレートのような感じで、なんかちょっとつばが出てきました。はい、ちょっと内装も勝手に撮っておりますが、あ、こういうメーターパネル、これもなんか、あ、さすがおしゃれですね。ここに追加メーター。で、ステアリングはちょっとこれ、なんていうメーカーなんでしょうか。ちょっと僕わからないんですけども、このような内装に仕上げております。はい、だこのカラーリングがいい、なんかね、ほんとチョコレートみたい、はい、そんな感じで仕上がっております。はい、もうサラサラと撮っていきますが、はい、はい、次は、あ、もう定番のレイズさんのホイールが入っております。これもまたちょっと内装がね、このようにステアリング、皆さんやっぱりステアリングはやはりこう何かこだわりがあるっていう、そんな感じは見て取れます。あ、なんだろう、こういうのがついてるんですね。僕知りません。へえ、なるほど、このような感じで、はい、仕上がっております。黄色のビート様ですね。はい、おっと、ちょっとね、ナンバーはあんまり映したくないんですけど、本当ですか、ここ北海道です。北海道なんです。はい、このナンバーで来ていただいております。素晴らしい。あ、皆さん、このホイール、エキップさんのホイール、綺麗ですね。このホイール、これまだ新品で手に入るんでしょうか。新品のような美しさです。はい、ブリッドのバケットシート。はい、こちらの方はもうこれも、ブリッドさんのシートなんでしょうね。はい、これもちょっとレーシーな、桃製のステアリングに、メーターカウルの部分にこのようなちょっと黄色のワンポイントが入っております。サイドインテークっていうんでしょうか、このように、あ、ちゃんとね、穴開いてます。はい、ちょっと今日棒を持ってくるの忘れました。はい、リアもエキップのホイールです。あ、リア 18555R10、15インチというホイールです。はい、こんな感じですね。はい、もうこのサラサラと、はい、これは無限さんの純正ホイールを履かせた、ビート君ですね。はあ、なるほど、こういうスペックが書かれております。はい、ちゃんとね、こう無限ってこう書かれてるんですね。エンブレムもこうあります。はい、非常になんか放熱になんか性能があるような、そんなホイールと見て取れます。はい、あ、こんなところにね、はい、あ、ゆっくり走ろう北海道、はあ、久々に見ることができました。はい、ちょっと内装の方、へえ、このような感じで、へえ、こういう感じで仕上がっております。はい、ステアリングもこんな感じですね。はい、あ、ナビもついてるようです。はい、はい、ホンダさんの往年のステッカーですね。はい、こんな感じで仕上げております。はい、無限パワーと、はい、ここまでずっとビート君が来て大変長らくお待たせいたしました。トミカです、トミカ。はい、ちょっと引いていきます。なんと AZ1 様が、 AZ1 様がこんなところに来ております。しかもですね、ナンバー、ちょっとマツダスピードのエンブレムにナンバーがアリゾナから来ていただいたと、いったところで、白の AZ1 さんですね。はい、ちょっと、あ、なんと自動ドアだそうです。はい、注意。はい、もうちょっともう、はい、こんな感じでさらっと、はい、さらっと撮っております。すみません、これ AZ1 ですよね。はい、これ AZ、 あ、こんなのがついてます、こんなのがついてます。はい、リアエンジンですから、排熱のことをよく考えた感じで、このもパーツがついてますね。で、マツダスピードに、そうです、マツダスカイアクティブっていう、はい、で AZ1 とあります。マツダスピードなのに、はい、以上です。まず AZ1 様が出てまいりました。はい、次、
今度はコペンさん、あ、カプチーノ様ですね。カプチーノ様です。はい、カプチーノさん、これなかなか見かけることがないんですけど、街中でほとんど見ない、カプチーノ様なんですが、こういったあのイベントになりますと、結構あの あるもんだなという形でちょっと、びっくりしているところであります。はい、さて、続きまして、おっと、ドアが、はい、今回ちょっと AZ1 様が結構多いんですね。しかもですね、一人乗りです。一人乗りの AZ1 仕様があります。あ、これシフトゲート、これいいですね。これはいい。あ、追加メーターもこのように、いやいやいや、これ真ん中、これタコメーターでしょうか、ブースト系でしょうか。はい、こんなところにキルスイッチまでついております。あ、一瞬僕ロールバーかなと思ったら折りたたみの椅子なんですね。はい、さて、これリアの、これルーバーっていうんですかね、これはね、これちょっと僕も気になるパーツなんですが、どうやって手に入れるのか分かりません。はい、ここに F40 のようなスポイラー、これもマツダスピードさんのスポイラーでしょうか。これ僕欲しかったんですけども、ちょっと都合上取り付けることがかなわず、手遅れになってしまいました。で、ホイールです。はい、AZ1 って PCD が 114.3 なんですけど、これ100かな、ということはこれハブを変えたということでしょうか。はい、ちょっとこのホイールのメーカーがわからないんですけども、はい、こういうリムで、深リムで、ピアスのついた、まあ2ピースホイールっていうんでしょうか。はい、こんな感じで、結構引っ張りたいですね。はい、バーフェンがついております。いやー、こんなエンブレムってこうどう、ネットで探せば出てくるんでしょうか。僕まだ後で紹介しますが、はい、こんな感じで、あります。はい、あ、ちょっとね、この方は北海道です。北海道帯広から来られた方ですね。帯広にあるんですね。へー、はい、ちょっとこんな感じで、お、こんな感じで、はい、いや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 、かっこいいです。はい、続きまして、ロンシャン XR4 のホイールを履かせた、カプチーノさんですね。はあ、そうです、カプチーノさんってあのティーバールーフになったり、タルガトップになったり、フルオープンになったりとか、そういったね、スリーウェイっていうんですかね、そういったね、まあ、あの車の仕様なんですね。これはね、やっぱここはやっぱりカプチーノの人気が出たところではないかなって思っております。はい、これもまたでっかいでっかいですね。なんかもうタイヤがパンパンムチムチ状態にロンシャンと、まあ、XR4 というホイールですね。これめっちゃ綺麗なんですけど、これまた手に入るのかな。はい、そんな感じで、あ、細かいですね。このようにしてね、一個一個ね、こういった感じで、オーバーフェンダーを取り付けております。あ、エンジンは F6A の回なんですね。いや、これ後でちょっとオーナーさんにもしエンジンがね、見せていただけるなら F6 のエンジンちょっと見てみたいですね。はい、続きまして、ここからまたビートさんです。おっと、僕の大好きな単造を意味する法事堂って書かれて、あ、これもレイズのホイールなんでしょうね。はい、こんな感じで、もうちょっと勝手に内装をさらっと取っておりますが、赤色の、あ、こういうスポイラーバンパーっていうんですか、そういうのがついてます。すいません、もう若干喋り疲れてきました。モデューロホイールで黄色、このようなステッカーが貼られてますね。はい、あ、これはあのなんかちょっと一回見た、過去僕の動画の中でも登場してきてくれた S6 くんですね。はい、黄色の S6 くんです。はい、ここからちょっとまた S6 くんが来ますね。はい、ちょっと内装見てみましょう。あー、鮮やかな赤色です。内装も赤色、一部ちょっとワンポイントで入ってますね。はい、いい感じで仕上がってます。まあ S6 くんもね、ついに生産終了となってしまって、これも希少な個体になってしまいましたね。はい、じゃあちょっと1台休憩を入れまして、はい、こちら、お、このホイールは、これはもしかしてスーパーラップっていうホイールでしょうか。はい、このような感じで勝手に撮っておりますが、内装がこのようになんかまたおしゃれな感じで仕上がってますね。はい、お、ウッドステアリング、なるほど、カプチーノ君はこういうことすると似合うかもしれませんね。色もこれなんていう色なんでしょうか。はい、
次、これまたシルバーの、カプチーノ様ですね。ブラックのドアミラーがちょっとワンポイントかと思います。はい、おっと、こちらも、ウッドステアリングで、ちょっと内装をですね、ちょっとあのクラシカルに仕上げているところがありますね。こういうステアリングがあるんですね。あ、ももからこのようなが出て、そして保温ボタンは、スズキのこういった、保温ボタンがあると。あ、ウッドの、シフトレバーです。なるほど、このように仕上げてる。あ、こんなとこ、すいません、僕オーディオマニアですので、こんなところにツイーターを持ってきて、なるほど、音作りにもこだわったカプチーノ君のという形で見て取れました。はい、次、まだあるの？まだありますよ。はい、まあ、いつもホイールからだな。はい、ホイール大好きなんです。はい、円形さんのホイールから。あ、これはまた綺麗な感じですね。ガレージ保管になるんでしょうか。あ、往年の鈴木のエンブレム様が、はい、これはこれで綺麗です。はい、もうガレージ保管なんでしょうね。はい。あ、このようにあの後ろにデッキを積んでおりますね。はい。じゃあ隣、隣は、あ、これまた今度 S660 君であります。はあ。こんな感じで、はい。ちょっと窓が閉まっておりますので、はい。ABCCCSC コッペン様が登場してまいりました。あ、なるほど、このような、ステッカーも貼られております。あ、これリアスポイラーがこんな感じなんですね。あー、なるほど。はい、この色もちょっと珍しいカラーですね。はい、お子様も、来て、楽しんでもらってるようです。はい、これもまたさらっと。エスロク君はこういうシートの仕様があるというか形なんでしょうかね。はい、これも非常に綺麗。あ、これシビックタイプ R 様のウインカーに交換されてますね。はい、このような感じで、はい、また出てきました。なんと林レーシング、めっちゃ綺麗です。これまた手に入るのかな。まだこれは手に入るんでしょうか。それともオーナーさんがもう延々となんか大事にしてこのような輝きを保ってるんでしょうか。もう往年のホイールであります。はい、内装もスパルタンに仕上げられておりますね。うわ、このシート、これすごいですね。はい、このあ、これステアリングなんかすごいなんかこう近未来風な感じがいたします。あ、これちょっと内装なんかも、あ、このように仕上げてる。これ後でガルウィングトンネルなんてできたら嬉しいですね。こんなところに、ABCC、福島 ABCC ミーティング。なるほど。福島までこれ行かれたという車なんでしょうか。なるほど。はい、このような感じで、マツダスピード、こういうステッカーもどうやって手に入れるんでしょうか。はい、ターボインタークーラーです。このエンブレム欲しいですね。はい、言いますと、マジに、ここ、北海道です。北海道なんです。はい、山形ナンバー。ここまで来たのかな。はい、なんと、ノーマルのマフラー。これを30年ほど維持するということは、これオーナーさん、これただもんじゃないですね。はい、もうだいたい30年も経つとですね、もうマフラーだいたい口を果ててもげ落ちてると思うんですが、しかもこれ、オートザムのこのマフラーガードっていうんですか。はい、これも健在であります。これ相当オーナーさん こだわって、まあ、メンテナンスしているんではないかと思います。はい、あ、お勤め お疲れ様でした。じゃ次、一瞬僕ちょっと NSX かなと、ちょっと一瞬 NSX かなと思いましたら、はい、僕のチャンネルによく登場してくれます、NSX 様です。はい、なんかすごい綺麗ですね。はいはい、もう相変わらず、もうカーボン、もうフルカーボン仕様です。これ乗り心地どうなんでしょうね。もう体痛くなるんじゃないかなって思うんですけども、はい、ステアリングまでカーボンです。はい、これは過去に僕があの徹底的に紹介しておりますので、もしよろしければ過去動画を探していただいて見ていただければと思います。はい、相変わらず NSX しております。はい、この、はい、お待たせしました。この色はバージョン Z というカラーリングでしょうか。ちょっと確認したいんですけども、そうですね、ブラックメッキですね。はい、ここもそうです。はい、ブラックメッキ、まずここでカラーとエンブレムでバージョン Z というのはとりあえず、
ありました、シリアルナンバー、はい、バージョン Z 様です。はい、これどこのカーボンルーフなんでしょうか。こちらも負けじと、カーボン仕様になっております。はい、もうちょっとね、時間がないので、もさらっといっちゃいますが、ここにもカーボンが入ってますね。はい、バージョン Z 様です。はい、もう本当これはこれでもう今後希少な車になっていくと思います。はい、次、カプチーノ様、このホイールってこれカプチーノさんのこれオプションホイールになるんでしょうか。なんか僕これカプチーノ買おうとした時、このホイールがなんかカタログに載ってたような気がします。はい、なるべくねこれオリジナルをね維持しようとねしてます。あ、なるほど、おしゃれですね。こんなところにこれカプチーノを飲むためにあるカップなんでしょうね。はい、センスが際立って、感じ取りました。はい、こんな感じですね。あ、ポテンザ RE96 っていうタイヤがあるんですね。ちょっと僕知りませんでした。はい、美味しいと楽しいは節約しない、なるほど、名言です。はい、ここまで、まず第1列目をさらっと撮影させていただきましたが、はい、まだこんな感じでありますので、また次の動画で皆さんに紹介したいと思います。それではまた。